どうもこんにちは、岡田です。今日はですね、ミニマルに仕事に行けるエボーンの PC バッグのご紹介をしたいと思います。このエボーンというブランドはですね、ビジネス系のリュックだったりとか、この PC ケースだったりとかを販売してまして、多機能でですね、便利なカバンが多いんですよ。で、今回ご紹介するこの PC バッグもですね、仕事に行くときにコンパクトさとデザイン性を重視したい方、そんな方にですね、おすすめの商品です。ではですね、今回ですね、この商品いろいろ見ていきたいと思います。はい、ではまずですね、今回ご紹介する PC バッグですね、サイズがですね、2種類あります。こちらの小さい方がですね、13インチサイズのパソコンが入るタイプと、そして後ろ側の方でですね、こちらが15インチサイズのパソコンが入るものになってます。一応表記ではですね、15から16インチって書いてあったので、まあ 15.5 インチとかちょっと大きめのんでも入るようなサイズ感ですね。こっちのね、小さい方はですね、13インチなので、僕はですね、 MacBook Air ですね、ここに入れております。そして Windows 系のね、大きめのパソコンとか持ってる人は15インチサイズの方がいいかもしれないです。で、あとカラーなんですけど、カラーはこの商品ですね、3種類ございます。まず1つ目がこのね、グレーカラーの色です。そしてこのね、ブラックカラーのタイプと、あと今ここにはないんですけど、ネイビーカラーがあります。なので、この小さいサイズ、大きいサイズともに3色カラーバリエーションがあるということです。まあ、どのカラーもですね、シンプルなデザインで、まあ、ビジネスシーンにですね、合わせやすい色味だと思います。で、ちなみにですね、僕はこのグレーカラーが気に入ってます。で、外観の方なんですけど、こちらがね、正面になってまして、横はね、今もうパソコンとか、今その他ね、小物全部今入れた状態です。で、こんな感じにちょっと膨らんでるんですけども、物入れてなかったらもっとスリムです。で、後ろがですね、このジップ付きの収納があるっていう感じで、で、取っ手がね、付いてるというような感じで、外側の素材は、ナイロン素材ですね。で、この素材は撥水加工もされてるみたいなので、まあ、ちょっとした雨とかだったら水を弾いてくれるということです。で、本当に全体的なデザインはですね、本当にシンプルで、お仕事されてる方にはね、ちょうどいい色味だと思います。まあ、スーツとかにもね、合いやすいと思います。ではですね、次収納の部分、見ていきたいと思います。まずこの正面のところね、ここボタン、これね、パチッとついてまして、これ外すとこうフラップになってまして、こんな感じで収納ができます。で、ポケットもね、結構いっぱいついてまして、まあ、いろんなサイズのものをね、収納しておくことができます。まあ、僕の場合、今これ入れてるのは、ここにボールペンをね、2つ挿してます。で、ここまだちょっと1個余ってるんですけど、ここにもね、ちょっと太いもの、何か収納しておくのに使えますね、こちら。で、こっちの下の方にはちょっとね、小さめのポケットついてまして、今ちょっと見えるように出してますけど、例えばここのところには、僕はワイヤレスイヤホンですね、こちら。で、ここに小さいメモ入れてます。まあ、すぐに取り出してね、ちょっとしたメモを書き留めるときにですね、便利なんですけど、こういうのを入れたりとか、あとですね、ここ外付け SSD なんですけど、まあ、パソコンをね、中に持ち歩いてるんで、まあ、こういうストレージ、コンパクトなストレージ入れておくとね、何かと便利なんですよ。で、あとちょっとこっちにも深いポケットあったりするんですけど、ここにはこんな感じでね、名刺入れみたいなサイズのものですね、こういうのを入れておくことができます。そしてこっちの一番大きいところのポケットは、結構深めのポケットなんで、これ今長財布をこれね、入れてるんですけど、こういうのをね、ここにサクッと入れとけるんで、まあ本当にこのカバン一つでですね、ミニマルに仕事道具を持ち運べるっていう感じです。で、そしてここね、このパソコン入れてるメイン収納とは別にですね、ここにもちょっとね、収納部分があります。ここパチッと外すと、こんな感じで、ここにちょっとした薄い大きいもの入れることできます。書類とかね、入れてもいいと思います。で、正面のね、収納はこんな感じですね。で、一応このね、深いポケットのところとかにもそうなんですけど、マチがついてるんで、ちょっと厚みのあるものを入れても、こうパツパツにならない感じがいいです。で、これ今フラップ開いた状態なんですけど、上のね、これここがこうちょっと見てもらうと分かるんですけど、ここ穴開いてるんですよね、ここのところ。なので、今みたいにこの上のカバーを完全に開くこともできますし、このね、取っ手をこう後ろから通すと、こんな感じでね、上から飛び出させることもできるっていう感じです。まあ、外で持ち歩くときはね、蓋をちゃんとしておいた方がいいんですけど、まあ、室内とかね、仕事場とかでこれを立てかけて使うとか、デスク周りに置くときは、このフラップ部分を完全に後ろに開いちゃって置いとくと、さっとね、中身整理したりとか、メモを取り出したりとか、まあ、いろいろやりやすいっていう感じですね。そして次ですね、この PC 入れてるところのメインの収納のところ開けていきます。
はい、中開けますとこんな風になっております。この中にですね、まず、iPad ですね、 iPad をまず入れているのと、今僕が一番ね持ち運びに使うパソコンですね、MacBook Air です。これを入れております。これ MacBook Air の13インチのものなんですけど、普通にね余裕を持ってしっかりと入るっていう感じです。この中見てもらいたいんですけど、ここのね素材めちゃくちゃふわふわでめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。なんで保護力とかもすごく良さそうですね。あの摩擦でね、パソコンが傷ついたりしにくいような素材ですね。もちろんですね、このパソコン収納のところにはこのクッションが入ってるんで、衝撃とかにも耐えれるような感じですね。で一応この中仕切りがねあるんですよね。なのでここに今僕はですね MacBook Air と iPad を入れてたっていう感じです。まあ、もう一回ちょっと入れてみましょうか。こっちのフォワフォワ素材のところにね MacBook のこのロゴ入ってるところを当てて、そしてこの仕切りの反対側のところですね、そこに、こうやってね iPad を入れるっていう感じです。まあ、この2つ入れてもそんなにねめちゃくちゃ分厚くならないので、すごくコンパクトに収まる感じです。はい、そしてですね後ろ側ですね、ここにもねジップの収納がありまして、ここ開けますと、何入れてるかっていうと、ちょっと大きめサイズのノートを入れてます。はい、こんな感じですね。まあ仕事でパソコンとかをメインで使うっていう場合でも、やっぱりねちょっと何かアイデアとか書き留めておくっていう時に、こういうねアナログのノートあると便利なんですよね。まあそんな時にさっきのメモだとちょっとした本当にね小さいことしか書けないですけど、まあこのサイズぐらいのノートを入れておくと、もう結構ねしっかり手書きで書き込めるので、まあ、こういうのをねここに入れとけるっていうのもすごくねビジネスシーンにはいいと思います。まあ、こんな感じでですね、結構コンパクトなカバンなんですけど、収納力がね抜群なんですよね。今ねここに入れてるものとしては、このノートとか、あとパソコンですね、 iPad、 そしてその他財布とかメモ用紙とかねボールペンとかいろいろ入れてるんですけど、それでもねそんなにねめちゃくちゃ分厚くならないっていう感じがすごくねスマートでいいなと僕は思いました。なので気軽にパソコン持ち運んで仕事とか行く人にはねすごいマストなカバンじゃないかなと思います。で一応ですねもう一つサイズ大きい方、黒い方のね15インチサイズの方のカバンも見ておきます。15インチサイズのものだとこの13インチモデルよりも大きくなります。まあ、このぐらいの大きさの差があります。でこっちにはこのね Windows PC ですね、 Windows ノートパソコン、まあ、結構 Windows のノートパソコンとかって15インチのものを持ってる方も結構多いと思うんですよ。で15インチのちょっとねこれゲーミング PC なんでごつめの感じなんですけど、こういうパソコンでも収納力っていうのは2つに分かれてるのと、このクッション性も同じようにあるんで、ここにねさっとね15インチが収納できると。でその他の収納部分ですね、それに関しては配置とか全く同じです。ポケットの配置とかね、ただまあこのサイズ全体的に大きくなってるんで、一つずつのポケットもそれぞれ大きくなってるっていう感じです。なのでよりね13インチのものより収納力はアップしているという感じです。もちろんこうやってね財布とかもここにさっと入れれますし、こういう名刺ケースをここに入れるっていうこともできます。ここにですねメモと、外付けの SSD で、同じくボールペンという感じでね、こんな風にね収納していくことができます。まあ、さっきの13インチのものよりもやっぱりポケット大きくなってる分、本当にねさらに余裕を持って収納ができるということです。であともう一つ忘れてたんですけど、もう一つ便利な場所がありまして、でここさっきのね、13インチの方にもついてたんですけど、ここにポケットついてるんですよ。でここにポケットついてるんで、スマホとかねさっと取り出したいやつここに入れておくことできるんですよ。ちょっと深めで幅も横ね端から端まであるんで、あんまり入れすぎるとどこ行ったかわからなくなるんですけど、ここに、ね、財布とかスマホさっと取り出しやすいものをねここに入れておくと、こうジップ開けたりとかフラップ開けなくてもすぐに取り出せるというこの便利なポケットがついています。こっちのねグレーの方にもついてたんですけど、ここにねスマホとかを入れとけるという感じです。まあ、作りとしてはこの13インチモデルも15インチモデルもですね、どちらもポケットの数とか収納の区切りの場所とかは全部同じです。まあ、パソコンの入るサイズがですね13インチぐらいのものか15インチから16インチぐらいのものを入れるかっていうので、まあ、選ぶといいのかなというところですね。まあ、個人的にはですねこの13インチのね MacBook を持ち運ぶ時のこのサイズ感すごくいいです。すごく気に入ってます。
かさばらないので、どこにでもねサクッと持っていけるサイズ感っていうのが本当にね僕的にはですねすごくちょうどハマってます。で、あとですね、別の使い方としてこれをバックインバックとして使うこともできます。このですね取っ手部分なんですけど、バックインバックとして使う場合、これを中に収納してしまうことできるんですよ。後ろの取っ手もここにね入れてしまうことができるん でそうするとこんな感じで取っ手なしのバックインバックとしても使えます。例えばですね、こういうリュック、こんなリュックあると思うんですけど、このリュックにこのままズボッと入れてしまうと、そしてそのまま運ぶっていうことができるんですね。で、またこのリュックからですねサクッと出してパソコン一式っていう形でパソコン用品だけをここに入れてカバンに入れるっていうこともできます。で、まあこんな感じでクラッチバッグみたいな感じで持ちたい人にもこの取っ手を収納できることによって、そんな風にもね使えます。まああとはねトートバッグとかにねサクッと入れるっていうのもいいですね。トートバッグの中に入れるときはこの取っ手出したままで、このままズボって入れて取り出すときもこれでねズボって出すっていうのもいいと思います。はい、ということでですね、今回ですねエボーンというブランドのですね PC バッグをご紹介させていただきました。使ってみてですね思ったんですけども、すごくねコンパクトなサイズ感で、初めはですね収納力がそんなにないんじゃないかなと思ってたんですけども、これだけスマートなのに収納力がですね抜群なんですよね。もう本当にこれ1個で仕事に行きたくなりました。ミニマルにスマートに持ち運べる PC バッグなので、仕事で PC 持ち歩く人にはおすすめのアイテムです。で、この商品ですね気になる方はですね概要欄に商品リンクも貼っておきますので、ぜひですねチェックしてみてください。で、あとですねこのエボーンというブランドはですね、他にもビジネスシーンで使えるリュックとかですねいろいろ販売していますので、まあ合わせてね見てみてもいいんではないでしょうか。それではですね本日はこんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。